はい、ルルカです。今回はねポボ 2.0 の新サービスに関して、まあ実際ね前々から出るって話は出ていたんですけど、実際にねサービス開始日、あとはね詳細に関しての発表がありましたので、そちらに関して紹介していこうかなと思います。今回もね、まあ、ルルカなりの解釈だったりも含めてお話していくので、間違ってる点もあるんじゃないかなと思います。なので間違ってる点などがあればコメントでね突っ込んでいただけたらなと思います。ではまずね公式の発表から見ていこうかなと思うんですけど、こちらになっています。ポボローソン来店でデータが無料でもらえるポボデータオアシスを11月19日から開始ということで、本日11月12日に発表された内容になっています。ローソン商品にデータがついてくるポボ×ローソン特設サイトもオープン。 KDDI 沖縄セルラは2024年11月19日からポボ 2.0 においてローソン店舗への来店で漏れなくデータが無料でもらえるポボデータオアシスの提供を開始します。ローソン店舗へ来店し、お手持ちのスマートフォンから特設サイトにアクセスいただくと、1回の来店につき 0.1GB、 最大で月10回、合計1ギガまでデータを無料でもらうことが可能です。ということでね、 0.1GB 要はね100メガ1回ごとにもらうことができて、それをね月10回もらうと最大で1ギガまでもらうことができるサービスって形になってるみたいです。まあ無料でもらえるんでね、無料で1ギガでかいですよね。でポボ 2.0 は基本料0円のオンライン専用プランです。ポボ 2.0 を現在ご利用中のお客様はもちろん、他社回線をご利用中のお客様も副回線としてデータ容量が少し足りない時など便利に活用いただけます。なんかね、まあここだけ見ると、まあ他社でもね使えちゃうって勘違いする方もいるかもしれないんですけど、まあちゃんとねポボを契約しなきゃいけなくて、まあポボ 2.0 に関してはまあ基本料ね0円で利用することができるんで、まあ今ね他の回線使ってる方に関してもサブ回線としてポボ 2.0 いかがですかって意味のこの記載の仕方になっています。ねポボ 2.0 のアカウントさえ持っていれば、この来店1回ごとに100メガ、まあ大した量ではないんですけどね、100メガだったりとか、まあ最大ね1ギガもらうことができるので、サブ回線として使ってみてくださいね。でさらに同日にオープンするポボ×ローソン特設サイトでは、ローソン商品とスマートフォンのデータ容量がついてくるトッピングを提供します。ポボ 2.0 アプリでは提供していないオリジナルトッピングもラインナップし、定番商品から季節などによって随時で変わる最新商品までお得にお楽しみいただけます。ということでポボ 2.0 のアプリにも出ていないオリジナルなトッピングが出てくるということで、その辺もちょっと興味出てきますよね。はい、でイメージになっているんだけど、まあポボデータオアシスと、まあ、こちらがね、まあ、ローソンの商品を購入するとデータがもらえるというものになっています。両方ともね11月19日からスタートになってます。そしてポボデータオアシスの利用方法ってことで、ローソン店内でポボ×ローソン特設サイトにアクセスし、ポボデータオアシスを選択ください。位置情報で来店状況を確認後、 0.1GB 24時間が即時追加されますということで、まあ、1日限定で使えるね100メガが毎回もらえるという形になってるみたいです。で月にねそれが最大10回までもらうことができますと。特設サイトはポボ 2.0 アプリのほか、ローソンアプリ、ローソン公式サイト、ローソン店頭設置のポスターなどからアクセス可能です。まあ基本的にはねポボ 2.0 のアプリが入っていれば、まあ、そこからね立ち上げればいいんじゃないかなと思います。ご利用手順なんだけど、まずポボ 2.0 のアプリを起動する。でアプリ内のバナーをタップする。でログインする。そして、まあ、ポボデータオアシスチャージを追加するをタップ。位置情報の利用、サービスの利用規約の同意にチェック。で位置情報の確認、データチャージが完了するという形になってます。サービス紹介、ポボ 2.0 ご利用の方がローソンに来店し、ポボ 2.0 ご利用端末で位置情報を取得することで毎月最大1ギガが無料でチャージできます。まあ、さっきと同じですね。書かれていて、提供データが1回につき 0.1GB、 100メガ24時間使えるもので、ご利用回数っていうのが1日1回までなので、まあ、月にね10回、最大1ギガもらうことができるんですけど、1日単位では最大100メガしかもらうことができないんで、この点に関しては注意かなと思います。でご利用上限が月に10回、あとご利用いただけないケースもあるみたいなんで、ここも注意だと思うんですけど、位置情報の利用が許可になっていない場合は本サービスはご利用いただけません。要はね GPS でねどこにいるか確認して付与するみたいなんですけど、それが分かんない状態だと、まあ、容量もらえないという形で、商業施設内の店舗、地下の店舗ではご利用いただけない場合があります。まあ、これは多分シンプルにね GPS が使えなかったりとか電波が通じない場所とかだと、実際どこにいるか確認することができないんで付与できない。でその他店舗の立地条件、電波状況によって、またその他施設、企業内の店舗でご利用いただけない場合がありますということでね、まあ、どこでもね、まあ、利用できない場合があるよってことが書かれているので、とりあえずね多分 GPS が使えないとダメと。で店舗の閉店や移転、その他の要因により一部の店舗において最大1ヶ月程度ご利用いただけない場合がありますっていうのがあるんで、まあ、ローソン側でもある程度の設定があるんでしょうかね。なのでできたばかりのローソンでね使おうとすると、もしかしたら使えない可能性もあるんじゃないかなと思います。で位置情報の改ざんなどの不正行為を行った場合は本特定の対象外です。まあ、これねルルカもね出てくるんじゃないかなと思うんですよね。今って位置情報を使ったゲームとかって結構あったりとかするんだけど、必ずね位置情報の改ざんする人が出てくるんですよね。まあ、ルルカはできないんですけれど、ある程度わかる方だったらこれそんな難しくないらしいんですよ。なのでそれを使って、まあ、不正行為で、まあ、今ね自分はローソンにいないんだけど、ローソンにねいるかのようにして容量をもらうみたいなね。さすがにさ、ローソンまで何も用事がなくて行くのはめんどくさいんですけど、まあ、家にいてね100メガもらえるならラッキーみたいな、まあ、そんなのをね考える方もいると思うんですけれど、まあねバレる可能性もあると思いますし、実際問題ね対象外になってますんで、そういうのはやめましょう。で GPS 非対応機種ではご利用いただけない場合があります。まあ当然ですよね。もうご利用いただけない場合というか、ご利用できないよね多分ね。でアプローチでは本サービスはご利用いただけません。まあそんな感じですね。続いてねポボ×
×ローソンってことで、特設サイトのオリジナルトッピング、ローソン標準価格と同じ価格で、ポボ 2.0 のデータ 0.3 がついてくるため、お得に購入いただけます。まあ、お得ですね。まあ、とりあえずね、ポボでもよく見る、ローソンお買い物券500円プラスデータ追加 0.3 が、まあ、24時間使えるやつですね。これが500円ということで、ローソンのね、お買い物券自体が500円なので、まあ、データ追加に関しては実質無料で使えます。で、この他もそうですね、唐揚げくん4種1食分プラスデータ追加 0.3 ギガで、まあ、唐揚げくんと同じ248円で使えますと。で、あとは期間限定で、なめらかカスタードのプチエクレア6個1食分プラスデータ 0.3 で、こちらね、プレミアムロールケーキと、まあ、データ容量という形になっているんで、まあ、多分ね、この2つに関しては期間限定って書いてないんでね、まあ、今後もまあローソンといえばね、唐揚げくんっていうのがあるんで、この辺に関してはね、続けて出していくんだろうけど、まあ、その他のね、まあ、季節物とかに関して、まあ、期間限定で、どうなんだろうね、大体同じタイミングで2個とか出てくるのかな。まあね、ほぼ 2.0 に関しては基本料無料で利用することができます。なんですけれど、6ヶ月間に1回はなんかね、課金をしないと、まあ、その回線止まってしまったりするんですよ。というところでね、止まらないために半年に1回とかのね、課金であれば、まあ、248円とか227円とか、まあ、こういうのをね、購入することによってデータ容量を追加して、半年間ルールを伸ばすみたいなね、そういうね、使い方する人も多いんじゃないかなと思います。まあ、それこそね、こういう、実際ね、まあ、ローソンのアイテム、プラスアルファでね、データがついてくる場合に関しては、本当にね、ポボ 2.0 がね、実質無料で利用することができるので、まあ、この辺のね、トッピング使うのがね、一番お得といえばお得なのかもしれません。で、一応ね、詳細も出てるんだけど、ポボショップとはってことで、ローソン対象商品とデータがセットでお得。まあ、ポボショップはローソンお買い物券や、季節ごとに変わるローソン商品とポボ 2.0 でご利用いただけるデータ容量をセットでお得に購入いただけるサービスです。確かにお得ですよね。まあ、商品代金そのものでデータもらえるんでね。で、トッピングのご購入後、ポボ 2.0 でご利用いただけるデータ容量がすぐに追加され、セット購入いただいたローソンお買い物券やローソン商品のデジタルクーポンは5分以内を目安にメールで届きます。まあ、ここで注意かなと思います。あくまでね、その場でね、アプリでこのアイテムがもらえたりだったりとか、まあ、購入した際に店員さんからね、直接対象商品がもらえるわけではなくて、あくまで5分を目安にメールでデジタルクーポンが届きます。なんかね、こういうサービス以前はね、もうちょっと時間かかったと思うんですけど、この辺に関してもね、短縮されたんじゃないかなと思います。でね、販売予定のトッピングってことで、まあ、無難なね、ローソンの500円券だったりとか、あとね、期間限定のプチエクレアのセットだったり、プレミアムロールケーキのセット、であとね、ローソンの唐揚げくんとのセットっていうのが出てくるみたいです。でね、まあ、お買い物券とかデジタルクーポンを今回ね、購入するともらうわけなんですけど、トッピング購入後、ローソンお買い物券の発行コード、発券キーまたはローソン商品のデジタルクーポンがポポ 2.0 のご登録メールアドレスで届きますってことで、必ずね、メールアドレス届く状態にしておいてください。アプリで表示されるとかではなくて、メールでね、確認することができないと、この件ね、無駄になってしまいますので、必ずね、メールアドレスは確認できる状態にしておいた方がいいと思います。で、ローソンお買い物券のご利用は、店頭端末ロッピーからの発券が必要となります。ローソン商品のデジタルクーポン、レジ直クーポンは全国のローソンで対象商品と引き換えられます。対象商品を持ってスマホ上でクーポンを発行し、一時バーコードをレジで提示します。詳しいご利用法はこちらで書いてあるんですけど、要はね、お買い物券に関してはロッピーを使ってね、一回印刷して出す必要があるんですけれど、唐揚げくんだったりとかに関しては、まあ、デジタルクーポンでね、表示することで利用できますと。はい、って感じで今回ね、ポボ 2.0 の新たにね、登場するサービスに関して紹介のをさせていただきました。皆さん的にはいかがだったでしょうか。ルルカ的にはね、以前の動画でポボデータオアシスに関して危惧していました。以前も似たようなサービスやってたんですよ、ね。なんですけど、そのサービスが終了してしまったと。まあ、そういう流れがあるのにもかかわらず、また今回に関してはね、ローソンに行くだけでね、データをもらうことができるってことで、まあ、ポボ 2.0 に関しては基本料がね、無料で使えるってことで、回線をね、いっぱい持ってる方もいます。多分最大で5回線とか持つことができると思うんですけど、そういう人からすると、まあ、1回行くだけでね、まあ、500メガもらえるっていう形になります。もちろんね、24時間しか使えないんで、そのためだけにね、ローソンに行く人がどんだけいるのかって話にはなってくると思うんですけど、実際問題ね、こういう会話の人に関しては、おい、マジかよっていう感じのね、動きをする方もいたりします。なんでね、その辺に関して、KDDI としては、チャージをするついでに、まあ、ローソンでね、なんか買ってくれればいいや、みたいな感じでやるみたいなんですけど、実際問題ね、ローソンに来て、チャージした人がどれくらいローソンで購入するのか、とかに関しては、今後ね、いろいろと数値が出てくるんじゃないかなと思います。まあ、それこそね、ポボ 2.0 のね、アプリの内容とかを確認することによって、チャージしたどれくらいの人がローソンで購入してとか、まあ、そういうね、詳細も出てくると思いますし、まあ、そのね、詳細のデータが欲しくて、KDDI が提供するサービスだと思いますんで、実際問題ね、こういうサービスを提供するとどうなっていくのか、まあ、かなりね、気になるところじゃないかなと思います。皆さん的には今回のこのサービスいかがでしょうか？使ってみようと思いますか？まあ、とりあえずね、まあ、ポボ 2.0 に関しては基本料無料ではあるんですけど、半年に1回トッピングを購入しなきゃいけないっていうのがあるんですけど、まあ、それこそね、今回発表されたローソン対象商品とデータがセットでお得。まあ、以前からあったんだけどね、まあ、こういうのを利用することによって、本当に実質無料でね、利用することもできたりとかするので、まだ登録されていない方はね、概要欄にルルカの招待リンクとか貼ってあります。まあ、その辺使ってもらうとね、特典もゲットすることができるので、今回のこのポボデータオアシスのおかげで、まあ、それこそね、普段からね、ローソンとか行く方であれば、本当に容量無料でもらうことができたりとかするので、まあ、とりあえずね、基本料無料で作ってね、試してみるのもありじゃないかなと思います。よろしければね、チャンネル登録、高評価のもお願いいたします。今回も動画の最後までご覧いただき、ありがとうございました。またねー。